ロックバンド解散報告、たった一行の理由に SNS 騒然。とあるバンドオーシャンズが2024年12月8日のライブをもって解散を発表しました。理由はメンバーの不仲とのことです。この潔い理由が X で話題となり、1万件以上のいいねを集めました。ファンからは驚きと称賛の声が寄せられています。みんなの反応。解散を惜しむ声も多かったけど、実際は本気で惜しんでるわけじゃなくて大喜利みたいなもんだよ。アマチュアバンドはモチベーションのさや金銭、酒、実力、異性問題で解散が多いです。プロなら解散は辛いですが、アマチュアでは日常茶飯事で、良いバンドがあれば移籍も普通です。数年前にルナシーのメンバーが言ってたか、他のバンドだったか忘れたけど、月で始めた音楽の仕事になるとセールスを考えなきゃいけなくて、メンバー間で意見が合わなくなって人間関係が破綻することがあるって話だった。そう考えると、長年解散せずに活動してるグループは、いろんなことを受け入れながら心身を削って音楽を続けてるんだろうなって思うよ。ザルフィーは50年間メンバーチェンジも活動休止もなく続けてるんだって。高見沢さんがぬるま湯のような関係を心がけてるかららしいよ。ファンとしてはずっと追いかけられて幸せだよね。この記事に出てるバンドのことは知らないけど、ファンの人たちは悲しいだろうね。バンドが解散するときにギャラ配分で揉めましたと正直に言ってくれると好感が持てるって話だね。サカナクションの山口さんが、 CD 時代は取り分が明確でアーティスト印税が3、作詞と作曲がそれぞれ1ポイント5って言ってたんだ。アーティスト印税はメンバーで当分するけど、作詞作曲の取り分をどうするかで揉めることもあるみたい。リ・ズイは作詞作曲が別々だから分かりやすいけど、サザンやミスチルはどうしてるんだろうね。 LUNASEA は作詞作曲をバンド名義にしてるのかな。アレンジャーの取り分も気になるね。夫婦みたいなもんで、価値観が一致してても日々の雑多なことで冷えた関係になることがあるんだよね。見てる方向が同じでも日常の影響が大きくて価値観の一致なんてすぐに消えちゃう。芸人さんも同じで、目指す笑いの方向は同じでもオフステージではソリが合わないから喋らないことが多いんだ。それがオンステージにまで影響すると結局離別するしかないんだよね。好きになったバンドは一時人気が落ちたけど、公約を果たして解散し、5年ごとに再結成して楽しませてくれるから恵まれてると思う。バンド経験者だけど、親友とバンドを始めたけど音楽性の違いで意見がぶつかり、最終的にクビにして絶縁。仲が良かったけどモチベーションの差で実力が開き、最終的にクビで絶縁。メンバーが元カノに手を出して輪を乱し、泣く泣くクビに。バンドをやってなかったら今のカミさんとも出会ってなかったし、楽しかったけど友達をたくさん失った。日本で成功してるバンドって大学までの仲良し同級生が多いらしいよ。草サッカーもそうだけど、途中加入は組織崩壊の元かもね。バンドもサッカーも古臭く感じるな。あるバンドがこんな理由で解散なんかしたくねえよとつぶやいて解散したんだけど、その理由が気になるんだよね。別のバンドでは不仲で解散したけど、まだマシかも。一人がイニシアチブ取ってたらやめられないこともあるし、元のバンドが冗談ばかり言う感じで電気ブルームみたいにたちの悪い冗談を言って皆が受け流すスタンスかもね。バンドや漫才コンビの不仲の原因は音楽性や方向性の違いもあるけど、ギャラ格差が一番多い気がする。一緒にやると不仲になるかもね。でもビジネスとして割り切るかどうかだね。私も同じなら解散するかも。仲良しバンドは稀だし、我慢かお気楽かどっちかだね。バンドのメンバーって実は仲が悪いとか、お互いに無関心なことが多いんだよね。俺もアマチュアで25年以上音楽やってきて、いくつかのバンドに参加したけど、職場みたいな感じで音楽をやるためだけに集まってるから、それ以外のことには全然興味がないんだ。だから活動中でもバンド辞めた後でも、スタジオから出たらプライベートでの付き合いは全くないし、あいつ今何してるんだろうとかも考えたことない。相手も同じだと思うよ。青春ドラマみたいにいつも一緒にいてみんなでワイワイ過ごすなんて本当に稀だと思う。バンドって不仲でも続けてるとこ多いよ。むしろ仲良しバンドの方が珍しい。何十年も仲良いのはアルフィーと B.D. くらい。結局成功しなかったのが原因じゃない？不仲のバンドも復活することがあるから音楽は続けてほしい。音楽性の違いで解散したのに似た音楽やってると不仲の方が納得できる。退職理由も人間関係多いよね。バンド解散理由で本当のこと書かれると逆にオブラートに包んでほしいと思った。話題になったからユニコーンやマットカクセルマーケッツみたいに
メンバーの事情をアートワークや曲で表現したらいいかもね。バンド解散は悲しいけど、理由を明かしてくれて納得。音楽性の違いも立派な不仲だよ。認められないから不仲になるんだ。性格や感性が違っても認められれば不仲じゃないし、やっていける。認めるってのは受け入れることじゃないんだ。お前はそう思うのか。俺はこうだと言い合って、じゃ今回は別名ができるのが仲良し。違う方向を向いていても認めてくれる相手とは不仲にならない。仲良しだからって何でも受け入れなきゃいけないわけじゃない。それは上下関係だ。みんな認めると受け入れるを混同してる。音楽性の違いを認められないならそれは不仲だよ。仙台のパンクバンドが魚臭いメンバーのせいで解散。後にベーシストが魚屋でバイトしてたと判明し話題に。不仲で解散できるのは幸せかも。売れてたら事務所が解散させてくれないこともあるし、ファンも納得できるし、みんなの活躍を願ってるよ。筋肉少女隊喧嘩別れ後再結成して41周年。解散の理由はいろいろだけど、メンバーの未来に壊れって感じだね。バンドは自意識過剰な人が集まるからぶつかるけど、遠慮ばかりだと売れないよね。バンドは知らないけど、解散理由が正直で好感持てる。大人が同じ熱意で何年も続けるのは奇跡みたいなもんだよね。遺跡もないし。みんなの反応としては、バンドの解散理由がメンバーの不仲と正直に明かされたことに対して驚きと称賛の声が多く寄せられています。多くの人が音楽業界では不仲が原因で解散することが珍しくないと理解しつつも、正直な理由を公表することに好感を持っています。少数意見としては、解散理由をオブラートに包んでほしいという声や、音楽性の違いも不仲の一部と捉える意見が見られます。またバンドの解散を悲しむ声もあり、ファンにとっては辛い出来事であることがうかがえます。当チャンネルの意見として、オーシャンズの解散理由を正直に公表したことは非常に潔く好感が持てます。バンドの解散はファンにとって悲しい出来事ですが、正直な理由を伝えることでファンとの信頼関係を保つことができると考えます。